トゥザビクトリーは日本の競争馬である。主な勝ち倉は2001年のエリザベス女王杯。1998年にデビューし、新馬戦を解消。翌1999年1月の副受賞。特別では、スリリングサンデーの2着に敗れる。ちなみに、この競争の3着は、その年の東京優秀の2着、菊花賞を優勝した、成田トップロードである。 他にも、この競争には、後の重賞馬である、ミッキーダンスが出走していた。続く、椿賞を勝ち、高知杯4歳品馬特別を目指すが、体調不良で回避。翌週のアネモネステークスに出走するが3着に敗れ、大賀賞への優先出走権を逃す。結局大賀賞には抽選で出走したが、プリモディネラに刺され3着に敗れる。一番人気に押された、 優秀品馬では先行するも、ゴール直前で梅のファイバーの末足に屈し2着に、敗れる。休み明けのローズステークスは一番人気に押されながら、北へを裏切り4着。週刊賞でも一番人気に押されたが13着と、惨敗し、休養を余儀なくされた。復帰3戦目のクイーンステークスで重賞を発、制覇すると、次の府中品馬ステークスも勝ち、エリザベス上派へ出走。 二番人気に支持されるもファレノプシスの四着に敗れる。一ヶ月後の阪神品馬特別で勝って重賞三勝目を挙げた。悲願の GI 制覇に向け、陣営はダートに路線変更を決め、2001年のフェブラリーステークスに出走。初のダート挑戦ながらノボトゥルーの三着と構想した。その後、ドバイ遠征を計画し、ドバイワールドカップ。 ドバイデューティーフリー、ゴドルフィンマイルに登録。ドバイワールドカップは、ウィングアローとレギュラーメンバーが選出され、トゥザビクトリーは、ドバイデューティーフリーに選出された。しかし、ウィングアローが、体調不良により辞退したため、トゥザビクトリーが、出走意思を表明し、ドバイワールドカップに選出された。ドバイワールドカップでは、世界の競合相手に奮闘し、牝馬としては、 ドバイワールドカップ史上最高着順となる2着で入選し、史上初めてドバイワールドカップで賞金を獲得したン馬となった。帰国後初戦となるエリザベス上杯では長期休み明けもあり、年下のン馬にカンバテームオーシャンラに人気を許す。ものの、それまでの先行策から一転、道中は足を貯めてゴール寸前で差し切り、混戦を制して、 ついに悲願の GI タイトルを奪取した。レース後、安城の竹豊は、ビクトリーに勝たせるにはこれしかないという乗り方をしたと、語っている。自走ジャパンカップでは4位広文を安城に迎えたが、道中で引っかかってしまい14着と大敗した。しかし、続く、有馬記念では逃げて、マンハッタンカフェの3着に粘り、テームオペラ王に先着した、唯一の牝馬となった。 そして、ドバイでの前線やエリザベス女王杯での勝利が評価され、この年の JRA 賞で最優秀4歳以上、頻馬に選ばれ、ようやく5歳にして、JRA 賞初受賞となった。2002年初戦となった、フェブラリー、同レースを最後に現役、2002年春より、ノーザンファームで繁殖入りした。2006年7月11日、ノーザンホースパークで行われた。 セレクトセールで2006年生まれの産区が6億円という日本最高額かつ品馬世界最高額で取引され話題となった2007年2月8日2番子となる揚げひばりが船橋競馬場で行われた3歳未出走未受賞でデビュー石崎春季場で単勝1.1倍の圧倒的一番人気に押され3馬審査で勝利した その後は4月のナイスビット特別で2勝目を挙げ、東京プリンセス賞で4着、そして関東オークスでは、両親ともに騎乗経験のある、竹豊が騎乗したが11着で、2008年3月6日の草、萌特別で1着となったのを最後に3月21日付で、地方競馬の競争馬登録を抹消され繁殖入りが発表された。繁殖入り後は、 メドーラーク、ダノンディスタンス、リオンリオンといった重賞優勝馬、入着馬を生んでいる。2010年3月14日、4番異なるトゥザグローリーが、阪神競馬6日目第5競争の3歳新馬でデビュー。圧倒的一番人気に押され、3区発の中央競馬での勝利を飾った。本馬は春のクラシック戦線で東京優勝まで駒を進め、 2010年12月11日、中日新聞杯で三区による重賞初勝利を飾った。その後も京都記念、日経賞、日経新春杯、鳴尾記念といった重賞を制し、また有馬記念では2年連続3着の成績を残している。成績は2018年12月19日現在。ありがとうございます。